2編成しかない特別使用車は何本待ったら来るのか、今回はそれを検証していきたいと思います。単純計算でこの銀座線の1000系っていうのは40本走っていて、うち2本が特別使用車であるため遭遇率は約 5% です。つまり本当に最悪の場合20本待たないと特別使用車はやってきません。というわけでやってきたのは東京メトロ銀座線の渋谷駅。早速1本浅草行きの電車が発車していきます。なんだかんだでこっち側の電車は来ていないんですけど、こっちが先に発車してしまうんですね。結構これが1本目1000系の通常使用車でした。2番線はこの時間帯は使っていないのかな。全部1番線に電車が来るそうです。これも多分最近どんどん銀座線が減便されてしまって、日中時間帯は2番線を回さなくても十分いいだろうという風な結論に至ってしまったんでしょうか。じゃあ電車が来るそうなので早速取っていきたいと思います。やってきたのは通常使用車、これが2本目です。編成番号は E133F。 渋谷の街は今日も人気で、電車が渋谷駅に到着すると大勢のお客さんが降りていきます。じゃあということは事実上、つまりこの4分間隔の電車を1連1線の状態で機能させているということになりますね。これなんだかんだですごいじゃないですか。そして向こうに見えるのは渋谷の交差点。休日の場合ですと、もう多分ずっと4分間隔でこの後本数は減る一方であるため、じゃあもうこの1番線は使わないのかな。なんかせっかくこんなに立派な1番線があるのに、個人的にはちょっともったいない気がします。すいません、ずっと1番線って言ってるんですけど、これ2番線ですね。そしてもう1本電車がやってくるそうです。さてどうか。これは3本目、これも通常使用車ですね。というわけで無理なご乗車はおやめください。そしてこの2番線にやはり並んでしまう人がいるせいか、次の発車も1番線だよというふうにしっかりと案内がされていました。まあ、普通ね、あのホーム2つあったら交互に発車するんじゃないかなって思ってしまいますよね。もう多分これ発車1分前なんですけど、この4本目の電車が来ないですね。ちょっと遅延している模様です。そしてやってきたのは4本目の電車。この前哨灯が2つあることから、これも従来車であることが分かります。まあ、従来車というか通常使用車ですね。地域 37F です。渋谷ご乗車ありがとうございます。4本目が発車しまして、次が5本目です。さっきの電車が遅延していたせいか、もう接近放送が流れました。おと思ったら やってきました。これは銀座線の特別使用車。あれ、この前哨灯がちょっとこれ欠けちゃってますかね。本来は多分もっと慕われライトがあったかと思います。というわけで5本待って1本やってきました。やってきたのは E140F 特別使用車両です。渋谷終点です。参ります。本来は10本待たないと電車がやってこない車両を、今回はなんと4本見送るだけで遭遇することができました。非常に幸運なことだと言えます。それにしてもこの渋谷駅の人の量ってこれ尋常じゃないですよね。3年前にも1回来たんですけど、本当にこんなに人多くなかったですよ。そしてこの線路を遠くまで見ると、多分向こうにあるのが渋谷駅の車両基地だと思います。そして以前は多分このホームがなくて、この屋根がなかったことから、この辺りが銀座線の撮影地だったかと思います。なので多分旧ホームが向こう側にあると思うので、今回ちょっと行ってみようかな。そしてこんな感じでホームの白線が残っていて、こんな感じでホームのゴムも残されています。この白線は向こうにもずっと続いていて、これは多分転落防止の赤と白の縞模様のゴムかと思います。現在はもうホームドアが全域に完備され、こんな感じでホームドアがないようなホームもなくなりましたが、この古い渋谷駅にはホームドアがなかったんだなというのを教えてくれるような一つのポイントです。そして多分このコンクリートはかつて多分黄色い点字ブロックがここにあったと思うので、黄色い点字ブロックが潰された跡かと思います。これが渋谷駅の旧ホームですね。ってことはじゃあやはりさっき言った通り線路はこの辺にあって、昔は多分この辺りの乗車位置で、あ、電車が来たなとかって感じで電車を待っていたのではないかと思います。で本当に実際そうで、多分この画面右側は
昔からあるホーム で画面左側は多分工事とかになんかよって新しく作った通路だと思うんですよね。なのでこんな感じでだんだんこの画面右側はコンクリートとなっていますが、画面左側はこんな感じでなんか仮の板というかあんまり頑丈なコンクリートではないような印象です。そしてじゃあ現在の現役の線路はどうなっているかというと、多分この2番線の線路がこんな感じで、この線路で向こうまで行くと2番線 でこの線路は現在こうなっているんですけど、多分かつてはこの辺りにポイントがあって、この画面左側 の先ほど立っていた旧ホームに電車が発着できるようになっていたのかと思います。そして向こうにやってきたのは埼京線の電車ですね。しかしこの渋谷駅は本当に新しいホームは使用開始となりましたが、この旧ホームの跡が残っていたりと、まだまだ再開発が終わっていないんだなというふうに感じます。実際この JR 線の駅が多分あの辺りにあると思うんですけど、この上になんか大きな工事の道具とかなんかあって、明らかにまだ工事中といった雰囲気です。で多分現在線路は向こう側にあるので、多分もう一個の方の旧ホーム、だからまあ旧2番線かな、旧2番線ホームはあの辺りなんじゃないかなってことで、多分もう現在は立ち入ることも できなくて、旧1番線しかないですね。もうホームの面影はほぼほぼありません。そしてあのトンネルの近くまで行けるかなって思ったんですけど、どうやら無理っぽくて、この旧ホームの後の後、この後はこの通路は画面左側にあるように下りの階段があるため、この上側に滞在することはできません。というわけで今回は この辺で終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。丸ノ内線、都営新宿線は、小野寺です。